茶の間でランラン、チャブダイドカーン。ランランの奥にうららにございます。ランランのママです。よろしくどうぞ。ランランザ・ダブリュー決勝いきました。イエーイイエーイ。やばいやばい。どうですか。エグいアホすぎるって。エグいやばいやばい。まあ、はっきり言ってエグいよな。やばい、これやばい。その過去のさ動画とかザ・ダブリュー、まあ2個分撮ってるやん。うん、過去のやつ。あの去年と去年と一昨年した。そうそう。今年はあんまりこうぬか喜びもせず落ち込みもせずっていう、こういつも通りのスタンスで過ごしてた感じはめっちゃあったんよ。うんうん。まあだからぶっちゃけ会よな今日は。言うたら私その基本的にさ、その出歩かへんタイプやんか、うんうん、すぐホテルそうやな過ごすタイプやん、うん、でもなんか W の2日目、うん、秋あるやんか、うん、あの時だけなんかどっか行ってみようって、なんかへいつもと違う感じ行ってたよな。そうで、サイレントのその聖地巡礼、うんうん、一人で行ってきてんけど、うんうん、行ってたな。でなんかそのいつもせえへんことやん、うん、でもなんか気持ち的にこう起こそうっていう、うん、あ、じゃああれはほんまにサイレントが好きやからか、うん、でも、うん、なんかもう一個気持ちがあったとか、私的にはただサイレントにハマってて、うん、ちょうど東京やったからじゃないんかなって、なんかうまいことなんかくっつけてるけど、そこはどうなんですか。はんはん、むちゃくちゃやん。動物園行ったし、ももも、うん、上野動物園、上野行ったしなんかな、まあちょっとそわそわはずっとしてたんや。してたけど、うん、なんか逆に気持ち整えて、うん、みたいな感じがあった、まあ、そうやな、なんかお笑いのこと逆に考えんとこうみたいな、うん、それこそ、ザ・W の結果が多かって、まあ伝えたんよ。あ、ギャングな、ももちゃんのそうグループ大親友と。どんなグループやねでもそれ何も言わずにちょっと集まりたいって言って、うん、はいはいはい、サプライズとしてな。じゃあそのほのかっていう友達の方は半身浴してて、うん、何してるって送ったら信濃は今帰ってるみたいな、うん、でほのかはあの今 Now っつって半身浴入ってる自分なんかこんな感じだけど、集まるんやったらいいよっつって、うん、もうほのかもすっぴんに信濃も仕事終わり来てくれて、おー集まってるね。でも信濃は完全にももが多分落ちたか、もうめっちゃやばいんやと思って不法で、ほのかはちょっと風呂上がってから準備あるから遅れるって言われて、信濃来た時もう気使って、なんかしたいこととかあるみたいな、食べたいもん、ももが食べたいの食べよう、決めつけてるやん。もう決めつけとんねんで、UFO キャッチャー行きたいみたいな、もうなんかファーッと使いたい、もう嬉しいからもう UFO キャッチャーしたけど、あっちは信濃ちゃんからしたら、ももも行こう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 みたいな、だから絶対せえへんのに、信濃も取ってみよっかなとか言って、両替するわとか言って5000円やってブルーッ出てきて、とか、いいいい全然やろうやろうみたいな、人形取って、よかった、ももよかったみたいな、よかったやんみたいな、ちょっとでも元気になった、ちょっとでも元気になった、落ちてんねんからどうせ、そう、どうせ落ちてるんやろお前で、お前また泣くんやろって、やむんやろ今から、今のうちに喜んだけど、そうだ、ももが読んだこともあんまないの、ももから急にね、で、でもほのかが来て3人になってから、うん、いました、すぐに言ってん、おザ・W 受かりましたっつったら、もうみんな、はーみたいな、はーみたいな、じゃあほのかがなんかちっちゃいなカバンからパッて渡してて、決勝おめでとうって書いたメモ、私は行くと思ってたよ。わーかっこいい、ほのかちゃん、もう私分かった、じゃあ信濃がなんかあれ信濃あれ落ちたわ、あれ気づけなかった、気づけなかった。まあ信濃は深く聞いたら、まあなんか嫌なことがあったんやろうなって、うんうん、しんどいことがあったんやろうなぐらいだったけど、呼び出すなんかなかったからな。そう、でもそれぐらいなんかそういうなんかおもろいストーリーがあって、あって確かにあの私も誰に報告せなあかんってやったら、うん、やっぱあの大国軍団、あドンチッチ2人、そう、やっぱ軍団ですから、青木と。青木智樹くんと竹岡康太くんですよ、うん、知らんかったわ、うん、知らんかった、知らんかった、子供みたいな名前、子供みたいな名前やな、幼稚園児みたいな、ね、まあ大人になるんやけど、チューリップのあれ見えるやろ、チューリップ見えたわ今で、や伝えようと思って、うん、直接言いたかったわかるで、うん、ちゃんと3人で言いたいなと思って、うん、あのほんでたまたま読んだらさ、うん、僕も行けます、僕も今起きましたみたいな感じだったけど、うん、ブルーブラインで、うん、あ、なんか
来てくれる。いいよな、そういう時ってみんなほんまに意見たり集まったりするよな。わかるわかる。ほんで王将集まってさ、うん、見たことない皿に山盛り餃子頼んで、うん、お相撲さんがさ、お酒飲む器、うん、いや分かるよ、あれに何人前頼んだらそんなことなる。でバー頼んで、うん、でいただきます、 W 行きましたって言ったら、えぐいよやっべーアンランさんすげーよ、やっぱすげありがとう言うて、軍団、うん、これ俺らグイグイっすよ、ね、うん、軍団のその組んで半年やねんけど、うん、勢い止まんないっすね、快進撃っすよ、もうやっと走り出した半年で。でもさ、その世話なってる先輩とかもさ、やっぱり噂回ってくるやんか、うん、だからそのももが伝えたかった、だからもうテケテケのさ、土方さんとかもな、ほんまは会って伝えたいけど、やっぱそれは噂回るやん。だからとりあえずもうこう交流ありそうな人とは、うん、とかはもうとりあえず電話して、でもできるだけ会いたい、うん、会っていいたいがあってんけど、ね、昨日夜辻さんから LINE 来て、私も、あ、来た、わ、なんか会ってびっくりサプライズしようと思ったのに、そうそうそう、なんこういう時にさ、お前行ったな、あるよな、なんかさ言ってくれたら、うわ、うん、ちゃんとなんか見てくれてあるんやっていう、こう、そうやな、愛をちゃんと間近で感じるような、うん、感じる。なんかてか私ってこんな人におめでとうってまっすぐ言えてたのかな、そうそう、ほんまに思うよ、うん、絶対悔しいから、うん、まあ6年目やしまだこんな感じでいいんか分からんけど、うん、なんかすごいみんなこんな言ってくれんねやっていうのはあるよね、思ったよね、うん、だからそのそれの分やっぱパワーになるもんな。そうやな、プレッシャーとか言うよりなんかパワーになる。でもヒューマンさんも、うん、あの何ヌードとかいっぱい出て、そうやな、ヌードでめっちゃお世話になったから言った時もあのヒューマンさんがちょっとだけジャンプにょんみたいな、こないと思ってもまとかやと思ったらシャーみたいな、そのあら来てるよみたいな、すごい嬉しかった、ほんまに、ほんまやな、うん、だもも早くあの、うん、ミルクボーイの駒場さんに直接言いたいよな、あと矢野パイセンにも、パイセンにも言いたい、福岡でな、めっちゃ見てくれたわざわざさネタ動画をさ、ももらずっとさ福岡でやってる時とかルミネでもさ動画をずっと撮ってもらって、それを見てずっとっていうので、うん、ネタを練っててんけど、その時にちょうどスタッフさんが少ないよ福岡とか、そうそう、うん、でその時にじゃあパイセン客席まで行って撮ってくれて、 それもな縦で珍しい、普通ってまあ横が多いんだけど縦で撮って、珍しいと思いながらいいパイセンの声めっちゃ入ってる、めっちゃテーブルでもなんかあれもうなんか未だに見てまうねんな、うん、そのパイセンが撮ってくれたやつがすっごい嬉しくて、うん、パイセンとエアドロップしたことある？もうパイセンとエアドロップしたからすごいないで、なかなかすごい、なんかほんまにこの人の愛というかをすごい今ランランはこの決勝というところに立てて思いました、うん、過去の動画とかでもう最初は黒グレーと黒の服着てチーンになって、うん、で次は舞台衣装でモモがギャン泣きしてなんか改めてもう一回あの動画を見て、うん、この動画見たいなと思う、自分もほんまやな、うん、本番までどういう気持ちで過ごしますか、うん、奥にさんやるネタ、うんをやっぱ愛したいね、そうやな、名刺になるからな、そう、うん、もちろんそのかましたいけど、うん、私らのグルーヴを、うん、みんなにいっぱい見てほしいなって思いますね、うん、なんか、まあ、直前であのオランの子から DM くれたり、うん、直接手売りであったり手紙いただいた時に楽しんでっていう言葉をこうすごい投げてくれて、やっぱこれも今まで正直なかった感覚やと思うね、うん、ショーレースってなってやっぱいろんなさ、うん、受けないとうまくやらないとミスゼロでいかないとねとかなとかを踏まえた上のこの楽しもうという大事なことに気づけたっていう、うんうん、そうやな、楽しむって難しいよな、ほんまに先生モモさん、はい、な、あ、私、モモちゃん、まあ私はでもやっぱもうあの当日迎え、ファイナリストとして私らが出る意味というものが、うん、なんか初めて見た人もずっと見てる人らもあの今回2022年のザ・W で私らという存在が必要やったという、うん、存在意義をしっかり出したいというか、なんかこうお笑い界が変わるのか、うん、なんかこう何か何か誰でもいいから刺さればいいって、うん、私らのこのなんやろ魂がね、魂が、うん、ぶつけたいなと、あのどっしり構えて、そうやね、ビビらず、ビビらず、衣装も変えたしね、そう、すごい好評で、あれもね即買いやったし、
何やろう、変えた日もちょうどザ・ダブリューの決勝が決まった日に変えたんよな、うん、披露した日やったから、なんかすごい演技もいいし、演技いいよね、なんかこのまま好きな衣装やな、あれは。そうやな、ももやっぱなんかいっぱい着たいもん。なあ、なんか衣装着たいってなるよな。家で一回着たし、もあ着たいな、ファッションショー、ファッションショーした一回。またね、皆さん、あの単独もね、はい、あのザ・ダブリュー終わりの12月24日の土曜日の18時からね、吉本漫才劇場でランナー単独ライブ、はい、アイアイがございますので、はい、とりあえず頑張りましょうか。頑張りましょう。もう未来のことは分からんから、今できること精一杯やって、全力で楽しんで、楽しんで、命燃やしたいと思います。いつも応援してくれてるみんな、いったよーにゃ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 ーやおーにゃー、早くみんなに会いたいです。はい、はもうほんまに抱きしめたい。みんないつもありがとう。ありがとう。これからもランランのことよろしくお願いいたします。ブイ！はい。にゃーってことで。にゃーそんなんなんの嬉しなったら。にゃー系なんねや。新しい発見でございますけども。はい。皆さんよかったと思った方、いいね、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。バットは、ブー！それでは、ごきげんよう。うっはっはっは、うっはっは、うっはっは、な、遊び。